こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田裕美です。イルカの時間です。昨日はね、新規コーナー会長にね、いろいろとお話聞いていただいて、そうね。ね、まあ、セッションという形でお話を聞く機会があって。ね、そうだね。まあ、とにかく昨日じゃない、去年か。うん、なあ、まあ、本当に、考えられないようなことがね、我が身に起こったわけでね。そうね。ね。うん。うん、まあ、一体、どういうことだろうってずっと考えてるけど、うん、まあこれは答えはそう簡単に出るもんでもないけどさ、そうね、うん、うん、まあ何かがあるわな、間違いなく、間違いなくね、な、うん、偶然はなくて全て必然だっていう、そうそうそう、うん、そうなんだよね、うん、うんうん、だからまあうちはまあ俺子供の頃っていうのはさ、うん、5人家族だったわけよ、うん、な、うん、まあじいちゃんばあちゃん亡くなってからな、うん、そうすると父母、うん、で俺が長男で妹がいてそして弟がいるという、うん、こういう一つの5人の家族だったな、うん、うん、まあこれがこの2年だね、去年と一昨年で、そうそう、うん、結局母親と俺と2人になってしまったわけだ、そうね、な、うん、でさてどうするのかというふうな、まあ、母親も85歳、うん、ね、うん、さてさてと、もう俺はさ、基本的にはもう東京にずっといようと、うん、ね、うん、弟もいたから弟に任せてというふうな、ん、ね、うん、こと、妹ってまあ車で30分ぐらい、まあ、うん、遠くもなく近くもなくだけどさ、うん、まあそれでもすぐに駆けつけられる距離だしな、うん、だからまあ任せておいて、うん、まあ俺はその新しい家族っていうかね、うん、うん、この今の5人家族でっていうふうな、うん、ことを考えたけどね、うん、まあ、そういうわけにもいかない、うん、ね、田舎のことも考えなきゃいけないみたいなね、うん、まあ、そんな状況にこう追いやられたわけよ、うん、さあそこでどうするかというふうなこともね、うん、まあ、今年のテーマでもあるからね、うん、うん、でまあ話しててやっぱりな、小さな20軒ぐらいの村だからさ、うん、ね、うん、そのだから村がどうできたかとかね、うんうん、そういうのもね調べてくれてる人いるんだけどさ、うん、何かそういった、歴史とも関係があるんじゃないかと、うん、ね、うんうん、その中に何か俺自身も組み込まれていて、うん、ね、うん、一つの何か節目の中にあるのかもしれないとかね、うん、まあそんな話をしたんだよね、うん、面白かったね、うん、なんか普通はさ、なんだろう、便利なところに町ってできるわけじゃない、うん、それこそ宿場町とかさ、そうだよね、家だったらその伊勢に向かう、うん、その街道筋にやっぱり人が集まり、うん、仕事があって、そうだよな、でまあ、東京もそうかもしれないけど、うん、だんだんそこでは人口賄えなくなって、うん、少しずつこう広がっていくっていうけど、うん、あなたのところなんか悪いけどもなんかポーンと離れてさ、そう、外れ、本当にまあ、うん、落ち武者の里というな、そんな感じだよね、そういう、なんかまるでこ う隠れて住むためにさ、うん、わざわざそこを選んだみたいなさ、うん、こんな場所だからね、そうだよな、うん、だからまあ好んできたとこじゃないだろうな、もともと山の中だったろうし、うん、そこを開墾して、うん、まあ苦労してね農業始めたかもしれないしな、うん、うん、かもしれないしね、だから北海道だってさ、要はね開拓のとこにポンと入って、うん、そこからこう町ができてって、こういくつか何か所かあって、うん、でまあだんだんね、そのやっぱりこう一次産業というかさ、うん、に携わる人が少なくなって、うん、大都市札幌に集中してっていう、うん、それはあるんだけれども、うん、なんだろう、同じ離れ具合でもさ、その北海道の離れ具合と違うんだよね、なんか私の感覚で言うとね、うん、うん、ポーンとそこだけなんか特別な、ポツンとな、うん、うん、そうだな、うん、うん、それでまあね、いろいろいろんなこう人が集まってきてるっていうかさ、うん、わずか本当20軒ぐらいのとこだけど、うん、ね、うん、もうその最初から住み着いていればさ、うん、だから移ってきた人もいると、うん、ね、でなんでそのとこ移ってきたんだろうとかね、そうね、ね、もっとかに行くとこあったろうに、うん、ということもあるわけよな。まあね、うん、もう何が良かったのか。なあ、うん、うん、そうだよ。だからさ、今ほらそんなとこにもさ一軒新しい家だったじゃん。そうなあ、だからあの人もさ、なんでまたって来たんだろうね。思うよね。そういう場所なんだよね。普通はね。なんで来たんだろうこんなところって、うん、いうふうな。聞いてみたら、どうしてここ選んだんですか。なんか聞いてみた方がいいな。うん、一回ちょっと挨拶行ってくる。だからもしかしたらそういうような人が他にもいるかもしれない。そうだよな。うん、わざわざ。そう。だからひょっとしたらそのな、
うん、あの移住したいって人が現れる可能性もあるからな。そのお家がそこを選んだ理由を聞けば、うんうん、そこをアピールして、うん、来てもらえばいいじゃん。そういう人が、そうだよね、同じような人がいる、そうだよね、うんうん、その可能性はあるもんな、うんうん、だからあれは突然な、あの、うん、売り地になってるけどこんなの売れるもんかって言ってたら、うん、いきなりうちが立ち始めたからな、うんうん、面白いじゃんなんで、うん、若い人だよ、まだ小学生の子供いるからお子さんいらっしゃってみたいなね、うんうん、そう、まあそれもね、うん、あの面白いね。だから、うん、まあそういう面でさ、まあ一つこう何かまあ東京から戻される力がね、うんうん、働いてるのかもしれないなと思ったりするわけよ、うん、ね、うん、すれば、まあ、どうなのかわからないけどもね、うん、だから行ったり来たりすればいいと思うの、しばらくないじゃん、うん、そうだね、まだ、うん、あなただってまだ動けなくなってたし、うん、そうそうそう、うん、じゃあその動けなくなった時にどういう選択をするかでしょ、うん、そうだよね、例えば月に1回、うん、三重に帰りますと、うん、お母さんのところに帰ります、うん、それがあなた自身が厳しくなってきた時に、うん、そうだよね、じゃあどうするの、そうだよね、うん、まあではそれはその時の状況だよな、きっとね、うんうんうん、状況によって考えしかないしな、うん、うん、まあ、ただ今これから、まあ、例えば1週間は向こうで暮らすとかさ、うん、なそういう中で、まあ、向こうでの、まあ、人間関係も広げることできるだろうし、ね、ね、そもそも、まあ、これはさ、あのよくあの交通事故があるたびに言われることなんだけれども、うん、例えばもう80になったらもう車を運転させるなとか、うん、70で一旦目配りしろって言うでしょ、うん、でやっぱりその車がないと生きていけないところもあるよって、うん、そうだね、いう話をした時に、うん、やっぱりそういう仕組みを先に作った方がいいんじゃないの、そうだよね、町の人でみんな声を上げて、ね、うん、例えばこう毎日は無理でも、うん、週に2回でも例えば、うん、ちっちゃな巡回バスを、うん、通してもらうとか、うん、やっぱり今のお年寄りたちを良くすることをやっていかないと、うん、自分が住んだ時に困るよ、そういうことやな、うん、子供じゃな、このままじゃ、うん、そういうことやな、だから移り住んだら今度子供たちに迷惑かけるわけだから、うん、あ、お父さんのところに行かなきゃいけないっていう風な、うん、同じようなことを私は、うん、あのさせたくないから、うん、あなたがもしもそちらに帰るっていう風に決めるんだったら、うん、今のお年寄りが行きやすい方法を、うん、やっぱりそういう声を上げて行かないとダメだと思う、うん、まあそうだな、それもあるしな、うん、あとはやっぱりあの周りの力だよな、うん、うん、いろんな人がこう訪ねてくるようになればさ、うん、な出入りするようになれば、うんうん、でそこでまた例えば車で出してくれる人もいたりするし、うん、な移住する人も出てくるかもしれないし、ほとんどおばあちゃんだけのうちだからね、うん、そう、ほとんど、うん、この要は皆さん亡くなられて、うん、どこのあそこにもおばあさんが一人、ここにもおばあさんが一人、ここにもおばあさんが一人っていうことだから、うん、難しいよね、そうだから、うん、ただねこれからまあ二極化するっていうかさ、うん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 、ね、都会と田舎とね、うん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 、だから田舎は田舎の良さで生きていく、うん、その都会が良くて田舎はダメだっていう価値観じゃなくてね、うん、田舎は田舎の良さを生かしていくような、うん、そういう風な社会になっていくと俺は思うのね、うん、でも今日ネットで見たら、うん、限界集落ってあるじゃん、うん、あの65歳以上が何パーセントだったら、うんうん、住民の半数以上がもう65歳以上な集落を限界集落っていう、うんうんうん、そういう風になって、うん、で住民がゼロになってしまったら、うん、消滅集落って言って、うん、その消滅集落があるのが、まあ、徳島県、うん、まあ、そういう三好市ってものかな、そこの特集があって、あ、そうするとその限界集落を、だからこれ以上消滅集落を増やさないために一生懸命頑張ってるらしいよ、ね、うん、あ、なるほどね、だからその、まあ、要は限界集落の集落同士が手を結んで、うん、まあ、どっかに集まって、うん、お年寄りがなんだっけ草履作りをしたりとか、うん、なんだかをしてんだって、うん、そういう風にして、あの、その人たちが元気にならないと、それはそうだよ、うん、だからもうこれからもう限界集落でこの後消滅していくんだから、何もしないよってやってる地域と、いや何もしないんじゃなくて、やっぱりその人たちにも何か手を差し伸べようっていうところとの、これまあ二極化だろうね、そうそう、だからさ、うん、住民がさ、うん、年寄りであろうとなんであろうとさ、うん、やっぱり、なんかやろうって気にならないとさ、うん、そうだね、な、やっぱり、うん、元気になっていかないとさ、その村そのものがな、うん、うん、うん、そんな風にやって、なんかお年寄り集めてね、なんかわらじの会とか作って集まってあれして、もうその集落には2人しかいないんだけど、うん、こう声をかけてもらえて嬉しかったみたいな、うん、やっぱそういうことしていかないと、
ほっとけじゃダメだと思うし、ね、そうだよ、それはそうだよ、うん、だからあのな、うん、高野常泉さんがな、うん、あの能登の限界集落をさ、うんうんうん、なんか有名な町にしちゃったじゃん、うんうん、な、うん、うん、まああの人のパワーはまたね格別なパワーだけどさ、うん、ね、だけどそういうふうな形でさ、なんかこう働きかけをしていかないと、うん、で多分その今の村じゃその要するにずっとそこに住んでる人ではさ、うん、できないよいきなりじゃな、うんうん、だから一つのこう活性化させる何かが必要でさ、うん、それが俺だったりその新しく打ち立てた人もそうかもしれないしさ、もしかしたらね、うんうん、だからそこでちょっとしたこう、働きかけすることによって、うん、はっと思うことってあると思うんだよな、あそうかって、で行動力のある人たちが動き始めるとかさ、うんうん、な、うん、うん、だからいろいろやってるじゃん、ほらな、うちの親戚なんかもさ、そば打ちやったでしょ、うん、な、一生懸命やった、うん、なあ、畑だってきれいにしてさ、花作ったりしてるじゃん、うん、なあ、あんなのってさ、うん、田舎に住んでると価値見出せないけどさ、うん、都会から見たらさ、うん、すごい価値なんだから、うん、そういうもんね、都会だと外国の人かな、なあ、大変だからそういう古い家に泊まってみたいとかね、うんうん、好きな風が吹くようなそうそうそう、そんな家に泊まってみたいとかさ、そうだよね、そのお餅つきやってみたいとかさ、そう、そんな人かな、なんて思うけどね、そう、だからそういうこともあるからね、うん、うん、都会の真似することはないし、ね、な、うん、うん、まあ一つの面白いテーマだと俺は思ってる自分でね、うん、うん、よろしいじゃないですか、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。